アフターホークスはい、えー、ただいまですね、えー、開幕戦オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスが終わりまして、えー、緊急で動画を回しております見事ですね3対1でソフトバンクホークス勝利いたしましたはいありがとうございますまあほぼほぼ多分脳編で の編集で流していると思いますのでそこははご了承ください、はいまあねうー初回ソフトバンクとオリックス1点ずつこう取ってその後ね、まね、あ、先発有原投手オリックスの宮城投手がこう踏ん張ってですね、まあ、え7回表まで0-0の攻防が続いたんですけれども7回表に山川選手の勝ち越し 宇宙間のホームランですねいやすごかったなぁちょっと正直度肝も抜かれましたねあの宮城投手もこうまあ表情には出してはなかったと思うんですけどかなり動揺してたと思いますでその後にとに、えーまあ、近藤選手次の近藤選手にはフォアボール出してしまって で、えっ、ー、と、栗原選手のライトイヒットで、えー、の後1、3塁になって、えー、まあウォーカー選手はちょっと倒れちゃったんですけれども、あ、そウォーカー選手はサードゴロで、えー、まああのー、3塁からホーム、クロスプレーになったんですけれども、次の8番、カイ選手のレフトイヒットでもう1点追加、えぇ、ー、7回表に2点、えー、勝ちこそという回でありました。えー、そうですね。まあ、 やっぱり、改めてホームランの怖さ、一発長打の怖さっていうのを、ひしひしと感じた試合でしたね。いやー、そうですね。うーん、まあ、初回ね、もうタン,ンと今宮選手のスリーベースから、柳田選手の犠牲フライで、もう幸先よく先制したんですけど、その裏、ね、オリックス、ね、なかなかやっぱり、 去年のディエンディングチャンピオンだということで、うん宗選手もう,うまく打ちましたね、レフト戦のツーベースヒット。いやー、ちょっとね、開幕戦、面白かったなぁ。で、えー、まあ、有原投手がですね、6回3分の2、失点。 で、えー、その後、松本裕樹投手にスイッチしまして、で、えー、8回、藤井投手、で、えー、9回は、オスナ投手というふうにつないでいったんですけど、いやー、ちょっと今年のホークスは、うん、これは楽しみですね。うん。 いやまあね、あの宮城投手にですね、まあ、途中う、三振の山を築かれてですねう、ちょっとどうなるのかと思ったんですけど、7回の山川選手のホームランということで、うん、いやー、よかった。 まあ、あの、ちょこちょこね、他のパ・リーグの試合も見ながら、ああ、ではあったんですけど、うん、ちょっと、打線、えげつないね。ま、見てるこっち側からしても、やっぱり山川選手で一息ついても近藤選手いるし、え近藤選手で一息ついても栗原選手、ウォーカー選手いるしっていう。うん。いやー。いやー、すごいですね。 まあやっぱオリックスもお、やっぱ去年までの3連覇してるチャンピオンだなっていう、うん、なかなかこう簡単には勝たせてくれない、まあピッチャーもそうですし、打線もそうですね。あの西川龍馬選手が、えー、加わって一番レフトに出てましたけれども、うん、なかなか、うん、いい試合だったのではないかなと思います。うん、まあ明日もね、明日は、えー、ソフトバンク萌音の投手がいよいよ 公式戦、えー、先発するということで、えー、期待したいなと思います今日はとてもいい試合でしたはい、えー、以上アフターホークスでした、えー、この動画がですね少しでもいいなと思っていただいた方は、えー、グッドボタンさらにはチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますありがとうございました